やりきるのではなく出し切ることが重要です。走りの学校、和田圭一です。今日はですね、和田さんがどういうトレーニングしているのか知りたいっていう方が結構いらっしゃったんですね、うん、なので今日は、まあ、普段和田さんが行っているトレーニングの一つをちょっと紹介していただきたいなと思って今日はついてきました。はい、ありがとうございます、はい、で今日どういうトレーニングになりますか。今日はインターバルトレーニングなんですけど、はい、50m を10秒で走る。おお、なんか聞くだけだとなんかそんなに大変そうじゃない聞こえますけど。そうなんです。50m 10秒だけだとめちゃくちゃゆっくりなんですけど、それを10本、はい、10秒レストでやるっていう。10本10秒レスト。はい。なんかちょっときつそうになってきますね。そうなんです。これはきついんです。やっと笑った。私ですね、ちょっとナーバスになっておりますね。ナーバスになってる顔だったんですね。ナーバス。なるほど。完全にそれぐらい練習はきついんです。きついんですね。じゃあこれ 50m 10本で終わりですか。2セット。でも和田さんが本気で走ってる姿を撮れるっていう結構貴重な動画になりますね。はい、ちょっと和田、今日は今練習中なんで、今練習中です。ナーバスになる。基本的に集中してるんで今日はアスリートモードで。アスリートモードです。はい、ポイントとしては、はい、恵美先生がですね、このプログラムを作ってくださってるんですけど、素晴らしい名言を頂いて、なんですか、やりきるのではなく、はい、出し切るんです。残すなと。残すな。何も残すなと。しかも10本に2セットだよ。やんないといけないのに、最初の1セット目の前半が一番大事だ。はい。そこで例えばタイムが速くて後半がだれてもそれでいい。もう出し切る。なるほど。の顔だったんですね。の顔です。わかりました。じゃあ今日は和田さんのトレーニング密着、頑張ってきます。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみに今日走るのはですね、砂浜のこの 50m となります。さあ、始まっていきます。ベスト時間は10秒で行ってください。ぴったりですね。20m のトレーニングをしているので、あまりこのようなインターバルトレーニングがあまり多くないみたいですね。結構きつそうですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。タイムいい感じです。腕振りですかね。結構腕振りはしっかりされてる。
最後ちょっとインタビューしてみたいなと思います。お疲れ様です。めったに見ないですね、和田さんがこういう感じになってんのは。僕結構練習ついてきたことありますけど、見たことないですねこのきつさは。以前出した動画で5分で行う体幹のトレーニングの動画があったんですけども、その時でさえ和田さんそこまでここまでにはなってなかったんですよね。これのこの 50m10 秒っていうこのインターバルがね、どれだけきついかっていうのがちょっと伝わるかなと思いますので、ちょっとその動画もぜひチェックしてみてください。何か後半で意識していることありますか？同じフォーム、同じフォーム、その前半と変えないっていう。なるほど。腕振りは意識してますか？腕は細かく振る意識、細かく。で皆さんもね、実践される際というのは反発をもらって前半と後半でフォームを変えないこと、そこを特に意識してトレーニングをやってみてください。十分前早くないですか？今7、8秒ぐらいでもうついてましたね。そして皆さん忘れていけません、ここ砂浜です。砂浜ですからね。なってきてますね。相当しんどいなこれ。これはすごい。ラスト3本。いや結構来てるな。ラスト2本1往復ですね。頑張れ和田さん。出し切ってますね、ラスト1本。3、4、5、6、7、8、9、10
10分15分ぐらいで追い込めるトレーニングなのかなと思って、短期集中でできるトレーニングなんで、すごく見てていいなと思いました。やります。まあちょっとね、僕テーパリングなんで今テーパリングが終わったらぜひチャレンジしたいですね。これが本当最後のちょっとのサレ勝つか勝てないかに関わってきました。小田さん、これ自身結構苦手な種目ではあるんですか？やってこなかった。やってこなかった。てかもうこの間の全豪選手権で必要だと思った。後半の、うん、20アクスにおいては。ああ、 20m だとしても違ったね。そのための方が大きいか。へえ。本当なんか日常生活の小さい悩みとか7本目ぐらいからどうでもよくなってくる。マジでもうね、マジでどうでもよくなってくるの、いろんなことが。やっぱ死に近いんだろうね。ああ、なるほどなるほど。もう死の方に近いと本当こう小さい悩みとかどうでもよくなってくる。おすすめです、悩んでる方。それぐらいギリギリになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもね、まあ、この後ジム行かないといけない。え、同じ日だから。マジっすか。うん、こっから最初種目はスクワットとベンチプレス。いやー、一般人の練習量と比べるとやっぱりちょっと違いますね。いやいや、今同じですよ。全然違う。和田さんが最初は10秒切ってたじゃないですか、うん、で途中から切れなかったじゃないですか。それを見た瞬間に、え、和田さんでもってなったんだよ。逆に10本全部揃えること考えちゃうね。もう出し切る。出し切る。だったら1本目もっと早く出した方がいいっていう練習だから。なるほど。きつい。きつい。気持ち悪い。あの、きついところ大変申し訳ないんですけども、YouTube をご覧の皆様に最後一言お願いします。マジで書籍見てほしいっす。書籍最後のお願いみたいになっちゃってる。いや本当にね、167ページ泣けるんです。167ページ。何かを目指すっていいですよね。酔っ払う時ってこういう感じなんだろうね。全然違うと思う。いやこれでね、あとこの練習できるのも7回。あ、本番まで。うん。一日一日勝負ですよ。じゃないと世界一にはなれ。なれない。和田さんってなんでこんな頑張れるんですか。頑張ってるって感じじゃないけどね。あ、感覚はない。うん、必要だからかな。だからやらなきゃいけないとかっていう感覚でもない。使命感でもなければ、何もやりたいからやるみたいな。もちろんもちろん。欲しいからやる。ああ、必要だからやる。うん、本当に努力っていう感覚はないってこと。ないね、全くない。うん、努力っていう感じはないね。最後にポイントちょっと。ポイントは今日の練習のポイント、それでも酸欠で悪意出ちゃってるんですけど、やりきるのではなく出し切ることが重要です。ただあの、皆さん体調とか万全の時やってください。体調が良くないとやられるんで。これじゃあ体調悪いなと思った時はメニュー変更してやった方がいいとかって。うん、いや、例えばやった方がいい。半分とか気温とかもかね。うん、気温とかも。なるほど。そこ合わせるのがプロですけどね。すごく今日はシンプルなトレーニングだったんですけど、はい、やりたくなった人もいるんじゃないですか、ね、いるかな。逆にいなくなったんじゃないかなと思うんですけど。いや、これ見て送ってほしいですよね。なんかインスタとかにやってみましたみたいな。でも最初は1セットからって言ってください。1セットから。1セットの10秒じゃなくて12秒でも13秒でも15秒でもいいんで。なるほど。まずやってみるってことが大事ですね。慣れないと本当気持ち悪くなっちゃったり体調崩したりするんで。なるほど。皆さんぜひ行ってみてください。本当無理だけはしない程度に。無理だけしないでください。で、やった感想をぜひコメントに。はい、じゃあ今日も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてこの後ジム頑張ってください。頑張ります。はい、それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。OK です。もう後にも先にもこの動画しかないよ、和田さんがこんなに。なんか早くバナナ食べてほしい。ちょっとビーチラックスだった。
この男、和田健一。